Hey guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれでは、インガザラ揃えていきましょう。今回でございますけども、好きな悪魔のみの能力で人間診断、やっていきたいなと思います。今回はでございますけども、実はコメントいただきまして、若干ずれるんですけども、犬豆健人さんからのコメント。だから、豆柴に一緒に読めそうになりましたね。ごめんなさい。たくさんの悪魔のみシリーズが出たので、ジョンさんの好きな種類トップ5をやってほしいですっていうね。まあだから本当であればこれは好きな悪魔の実5選みたいな感じになる予定なんだけども、でもそれじゃつまんねえなみたいな。で逆にもともとこれを持っていたんだけども、自分の好きな悪魔の実っていうのは結構人間性出るなっていう風に思っていたんだよね。だからこその今回はそういった趣旨で、そしてこれ本当にね自分の人間性出ます。だから今回超マジに俺やってるんだけども、俺の好きな能力から見えてくる人間性で、俺は自分で自己分析をしております。それを今回話していくのと、そして皆さんも自分の好きな悪魔の実の能力を5つランキングでちゃんと書いてほしいです。5選をちゃんと順位をつけて書いてほしいです。で全部は無理だけど、何件か俺ちょっと俺から見たその悪魔の実を元としたね人間分析っていうのを返事として書いていきますね。で自分でこれ分かることだから、コメントあろうがなかろうが自分でその自分のマジで書いた悪魔の実っていうのを見てみて、あ、俺ってこういった考え方なんだ、こういった人間なんだっていうのをなんか一つね、まあ、知れるようなきっかけになるかもしれないということでね、まあ、やっていけたらなと思います。ということで僕の第5位っていうところでね、まずそこからやっていきたいなと思います。第5位、スケスケの実変態ですねそれだっておめえ男の子だもんね。スケスケの実は欲しいじゃないですか。あったら何がやりたいってことは言わないよ、別にそこまで。いやね、言わなくともね、なんかいろいろあるじゃないですかね。スケスケの実ということでね、スケベスケベの実っていう風に言うべきなんでしょうかね。ムラムラが止まらねえということでね、クズざらし。はい、まずスケスケの実。いや、これね、ほんとこの企画大丈夫かと思ってるかもしれないですけども、大丈夫です。何が大丈夫だなと思うかもしれないけど、大丈夫。とりあえず、俺を信じて。はい、スケスケから始まります。そして続いて第4位でございます。第4位は、ピカピカの実でございます。ここで、おー、ピカピカ。まあまあ、それはね、キサロさんの能力だから、すごいよね、っていうことでね、ピカピカの実。で、後でこれちょっと理由言っていくんでね、一旦ここは飛ばします。そして続いて、ゴルゴルの実。第3位、ゴルゴルの実がやってきます。ビッグマニー大好き、 I love money うざらしい本当大丈夫だから、本当大丈夫だから。はい、ということで続いてでございます。続いて第2位、第2位は読み読みの実ということで、ここでおー読み読み、なんかまともになってきたなっていうね。なんか一個変態来て、変なの来て、次になんかおー真面目来たかな、次また変なの来てみたいな、次真面目来てみたいなね、読み読みの実、真面目でございます。そして続いて第1位でございます。第1位はホビホビの実でございます。ということで、こういう風にランキングはなっていったと。でここから見えてくる人間性、なぜこれを選んでいったのかっていうところを、まあ真面目に話していくような流れです。まずスケスケの実、もうさっき言った、もうこれはねあんまり喋りすぎると良くないんで以上です第4位で、第4位のピカピカに関しては、これはね、まあ光の速度で動けるっていうことなんで、僕としてはすごい魅力的なんですよ。例えば僕って普段やっぱ仕事のことがずっと頭にあるんですよ。あれやらないといけない、これやらないといけない、常に考えてる。だから運動のためにとかで少しまあ家の周りを歩いたりするんだけど、でもやっぱね早く戻らないといけないっていうのを考えて、大体ね同じようなルートを通ったりとか、まあ違う方向から行ったりとか、なるべく俺変化をつけたいから違うところに行くんだけど、でもすぐ家に戻るんだよね。すぐ戻らないといけないっていう危機感ね。だからそれが俺はすごいなんかもったいないなと思ってて、今俺は特になんか目標としてはね、仕事頑張っていろんなところに行きたいなっていうふうに思ってるんですよ。やっぱ刺激受けられるから。そういったところではこのピカピカの実っていうのはもう光の速度だから、一瞬で自分の行きたいところにバコッと行けちゃうんだよね。壁とかあるからそれどないすんねんっつうわけだから、上からこうシュワーってこう行くことになるし、どうやって着陸すんねんって話だから、まあそこら辺はもうすっ飛ばしてね、まあそういったところではピカピカ一瞬でどこでも行けちゃうっていうことは、いろんなところで、例えばじゃあ今日は1時間だけどっか出れるねって言ったら、その1時間でほんといろんなことができちゃうんですよ。俺はこのピカピカっていうのは遊びの要素としても考えているし、まあ本当に何かをしたい時って、俺マジでね時間
っていうのを何よりやっぱ考えるのよ。例えば普段僕が動画こういう風に撮ってるわけじゃないですか。これっていうのはもともとまあモノモースっていうものをやっていて、でそれ俺もう嫌いだからさ、何かこう人を落としてなんかやるってのは嫌いだから秒でやめたんだけど、ただモノモースを始めたっていうのもその外で企画を撮るとか何か出てやる場合っていうのは移動の時間もかかるしコストもかかるし結構大変なんですよ。だから YouTuber で大変なのよ。大変なんだけど、それをどうやって短縮できるかなみたいな、どうやって家で完結できるかなっていうね、移動してる時間で動画撮れるやんっていう風に考えたんですよ。だからめっちゃ詰めていった結果、そういう風にトークでやろうっていうのを始めて、で一周二周回って自分の好きなアニメについて語るっていうね、そこに至ったわけでございます。っていうところでは時間、俺はめちゃくちゃ時間を大事にしてる。そういった意味ではまあこのね、ピカピカっていうのは本当に遊びの要素もあるし、なんか時間をね時短していくっていうね、時間を時短って言いづらいね、そういったところがすげえ魅力的なのかなと思います。そして続いて第3位のゴルボール、これに関してはなんか、金好きやなみたいな風に思うかもしれないですけども、もちろんこれはお金嫌いな人はいないと思いますね。だけどもお金が全てだっていう風に言うつもりもないです。でも何かをするにはお金は大事で、何をするのかっていうのがポイントですね。例えば僕はなんかじゃあもうブランドもめっちゃ好きやとか、なんかいろんなこう高いものが好きだとか、なんか車が大好きだとか、なんかそういったものっていうのは一切ないんですよ。一切ないです。もうめっちゃフィギュア揃えてるけどフィギュアは好き、フィギュアは大好き。自分の好きなものにはお金を使うんだけど、ただそれもやっぱすげえなんか考えちゃうみたいなさ、お金大事だからね、無駄遣いは基本的に俺はしないです、まあ、何を無駄って言うかだけどね何を無駄かって言ったらちょっと難しいけど、俺にとっては無駄じゃない。これ言い出したらきりねえな、まあ、っていうことでね、そういう風に俺はなんかこうお金でいろんなものをなんか買い尽くしてあげてという気持ちはないんですよ。でもなんでお金が大事なのって言ったら、俺にはそのやりたいことがあるんですよ、先々で。例えば今俺が何かをしているのであれば、それは何十歩先の何年か先のものを見据えて俺はやっているんですよ。でそういった時にそれをやりたいと思ったらお金が必要なんだよね。で僕のやりたいことっていうのが本当にね、なんだろう、ありえない額だと思うんですよ。本当にどれぐらい必要なのって言ったら、億何十億っていうぐらい必要だから、ゴルゴルは手っ取り早く金が作れるっていうところで、自分のやりたいことに対してもうバコッといけるっていうね、そういったところではゴルゴルはめちゃくちゃいいツールだなとしか思ってないです。自分で豪遊してやろうっていうためではないです。自分のやりたいことに対してゴルゴルはめちゃくちゃルートカットできる、もう最高の手段であるっていうふうに思います。だからこそのゴルゴルが欲しいっていうね。で続いて第2位に関しては結構自分の夢というかね、そういったところにも、紐づくところの一つでもあるんだけども、読み読みの実、これは自分の人生をもう一回送れますっていうことで、やっぱね、僕は小学校とか中学校の時まあいろんなことをしてきたんだけども、なんか今の考えだからこそなんかもったいねえなって思うところもあるんですよ。今の考えに至ったのはいろんなことをやったからこその今の考えに至るわけだから、果たしてそれをもったいないで片付けれるのかって言ったら別なんだけどもね。でももしも今の考えのまま昔に戻れるんだったら昔と同じことはしないもんね。やっぱもっと真面目になんか自分の夢に向かっていたなっていう風に思うんで、そういったところでは、まあ読み読みの実もう一回やり直せるっていうね、人生が倍あるという風になるのであれば、まあすごくね面白いなという風に思うんですよ。で言うてまあ普通に生きてればね、2回分だから150年はまあ少なくともね、生きられるんじゃねえのっていう風に思うわけですよ。だからそうなるとその期間に俺のやりたいことを達成できる確率も上がるし、時代が故にね、そういったところでは読み読みのみっていうのはまあ結構これまたいいものだなっていうふうに思うわけでございます。そして続いて第1位はホビホビということで、まあこれは若干ね年々とも被るところもあるんだけども、ホビホビの方が確定的に自分の年齢が止まるって出てるんだよね。それが最高ですね。何歳で食うのかっていうのもあるんだけども、年齢が止まってしまうということは病気になるリスクってのはあるけどもね、だけども基本的にはまあ無限に生きられるよね。まあ事故ってしまったりとか何かの理由で、まあ、死んでしまうって可能性はある。だから不老不死ではないっていうところではリスキーなんだけども、でもまあ年齢が止まるっていうことは何か自分のやりたいことに向けて時間をがっつりかけられるということで、すごいいいなっていうふうに思うわけでございます。で年々に関してはね、他者に対してだけ付与できる能力なのか、はたまた自分に対してもがっつりできるのか、まあ自分の年齢を好きにいじれていたんで、場合によってはできると思うんですよ。そうだとすれば年々かな、そうだとすれば年々最高だなっていうふうに思います。年齢自由自在にできるのは最高だなと、ということで能力をこういうふうにまとめていきました。まあ本当であればね、もう本当に不老不死
っていうものが最高だなというふうに俺は思うんでね、それがあればもう迷わずそれなんだけども、現状それに一番近いものとして、まあ、あとは時々もねすごいいいなと思うんですよ。時々も未来に行けるっていうのでは、俺未来ってすごい興味あるんですよ。だけども、未来に行って戻れないっていうふうになってしまうと、まあちょっとね、微妙かなみたいな、なんか最終的にはもう行ってゴールになっちゃうから、ゴールって何って話だからさ、まあちょっとね、それはナンセンスかなみたいな、行って戻ってができた上での時々のみっていうね、そうでなければ、未来に行く方法は別にでもあるんで、そこはまあ考えればいいやっていうね。で今言ったみたいにバーっとね、それぞれの能力のまあ良さ、自分がなぜそれがいいのかっていうことを言ってるんだけども、それを総合的に見ていくと、ジョンさんはどういった人間なのか。まず変態ですまあそれは男の子ですからね、変態なんだけども、それは一番下に来る要素です。別に、変態要素が上に来るわけではございません。それこそじゃあお金ができました、キャバクラに行きたいですとか、なんかそういった遊びしたいですって言ったらないです。もうずっと飲みに行ってないですし、なんか女の子と遊ぶようなことっていうのもずっとないです。はい、それは僕が、仕事に対してとか自分の夢に対してやりたいことがやっぱ優先的に来るから、それをやりたいっていう風には出てこないですね。で遊びたいっていうのは、その配信だったりとかこういう風にやってることが俺の中では遊びっていう風にも思っているわけだから、そういう風に楽しめているんですよ。俺はみんなと一緒に楽しいことできてるから、なんかそういった変態要素を求めるかって言ったら求めないです。そういったところではこれが一番下に来る、でも変態ですでピカピカっていうのも一つのその仕事につながるところと、まあ遊びの要素にもなると。だから変態なんだけども、まあ仕事はしっかりするみたいな、まあ変態要素はだいぶ少ないんだけどね、そういったところでは、まあ仕事を結構考えますよと。でこのピカピカっていうのは仕事の中にも遊びをちゃんと入れたいなと。俺は常日頃からオンオフは大事ってことを言ってるんですよ。だからそのオンオフのまあ一つの象徴になるものが俺はピカピカなのかなっていうふうに思います。でさらにはそういうふうに仕事をして得るお金でございますね、ゴロゴロに関してはがっつりお金を得られるわけですよ。でそのお金がだから一番に来るわけじゃないんですよ。俺はここが一つのポイント、一番にゴロゴロが来るのではなくて、ゴロゴロが真ん中に来る。でなんでお金が来るのか、お金が来てその手段が来て、ピカピカが手段だよね。どうやってまあこれをね、よりスムーズに稼いでいくのかっていうところになって、まあこれもう働く必要もないんだけどもね、ゴロゴロに関しては。で遊びの要素としてそういったような色々要素もあってっていう、どの下になって、で上に関してだから真ん中がお金であって、上に物があるイコール上は自分のやりたいことなんだよね。このゴロゴロを持って2、3っていうのをやっていくっていうような流れ、イコール俺はお金が一番ですとかっていう話ではなくて、夢に対してどんなことでもしますよ、どんな時間でもかけますよっていうスタイル、何よりも夢が一番に来るっていうようなタイプなんですよ。それに対してはもうどんなリスクかかろうが関係ねえっすみたいな、そういうタイプだね。とにかく自分の目標に対して突っ込んでいく、そういったようなゴロゴロだったりとかね、そういう使えるツールがあるのであればそれはもう使っていくっていうね。でも一番に来るわけではないっていう、ここはちょっと面白いところであると。イコール僕は昔から今もずっとこれ考え変わってないんですけども、とにかく夢に生きてるんだよね。夢っていうのはねすごい大事なんですよ。なんかね、どんな夢でもいいと思う、どんな夢でもいいし、小さい夢と俺何個も持ってるから、それをこう一個一個ねこなしていって大きい夢も叶えてみたいな風に俺は考えるんだけども、そういうところだね。俺の人間性っていうのは夢に生きる男、そのためにいろんなことを頑張っていくっていうね。あのね、一番やばいのが夢だけに生きて夢のことしかやらない、積みます。よくあるんですよね、そういう風に夢に対して動くんだけども、それ以外のことは何もやらないみたいな。そうすると夢ってそんな簡単に叶えられるもんじゃないんですよ。人生は宝くじでもないし、俺の考え的にはまあ宝くじもあると思うんだけど、宝くじを強制プレイで当てていくっていうスタンスなんですよっていう話、たまたま当たるのではなくて強制プレイで当てていく。だからこそのこういうピカピカゴロゴロっていうもので、周りを固めていって、しっかりと固めていってからのバコンバコンみたいなねスタイルっていうことで、僕のこの人間性っていうのがこれで一つ見えたのかなというふうに思います。はい、いろいろとまとめていきましたけども、こんな感じですね。だからあくまで俺に関してはこんな感じ、自己分析をしていくと、夢のためにはもう何でもしますっていうのが俺です。はい、でどんなに無理だと思ったとしても俺はやります、そういうスタンスです。エロいですということで、皆さんもこの5つを書いてで、なんで、それが、まあ、好きなのか、なんでそれを選んだのかで、理由を書いていくんで、順位をつけていく。そうなれば、1位のためになんか2位がつながったりとか、まあ、もしくはバラになったとしても、いろんなあれがあると思うんだけども、そういう風に分かれていくということで結構面白いのかなと思います。ぜひとも皆さんのコメントお待ちしております。できるだけね、俺もそこに対して、こんな感じなのかなみたいなね、コメントを俺なりに思った感想を書いていくんでね、皆さんそういう風にちょっとコメントしてくれたらなと思います。ということで最後になります、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インザザラシットでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time。